おはようございます。っか塾の久保です。マイクがちょっと大きすぎますね。エコーがかかってるのこれ、えー。6月30日の朝6時18分の相場解説になります。エコー、これ取れないんかなちょっとやりにくいですね。えっ、ー、と、ちょっとやり方はこれからマイクの方をね、えー、探すとして、えー、冷やしの相場解説。ちょっと調子狂っちゃいますね。<laughs> ま,まずね、えー、こちらの方横にビーっと引いてみましょうか。 まあそうすると、このレジスファップラインに今当たっている状態ですかね。以前からこちらが突出して、下の方に行くんだよってお話していて、ここからね、またさらに下の方に行って、昨日の相場解説では、ここがこれからの主戦場になるんではないかなというふうにお話していましたが、ちょっとそうなるのかどうなるのか、これからちょっともう一回ね、見ていこうかと思います。そうならない場合もありますからね。ということで、4時間を見てみると、 私が思うところ、ここがね、これから使われるのかなと思ったら、どうもそうではなくて、ここ突き破って、移動平均線の形から見ても、N 回ってこういう国に行くのかなっていうふうに見えてきましたね。うん、ま107円、108円の方向に行くのかなってことをちょっとこう、考えとしてまとめないといけないのかなと思います。まあそれで、ここを目指すというところですかね。 1>, 1時間足を見てみましょう。あー1時間足ね、ここが力点になってますよね。で、ゾーンを引くとしたら、こういうふうな形になりますから、もしかしたら、こうですかね、これで N なのかなと思いますね。こっちの方が濃厚になってきました。まあ、ということでね、明日から月が変わるんで、また、月足を見ながら、週足を見ながらやっていことになりますけども、今日のところは以上ですね。 ありがとうございました。